はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。はい、今日はですね、昨日旦那が実家に来てくれたので、その時に持ってきてくれた郵便物、あとサンリオのショップで購入してきてくれたものを紹介したいと思います。はい、ちょっとですね、アキトがぐずって、テイク3ぐらいなんですけど、すみません。で、ちょっと外で雷が鳴っているので、時々大きい音が入ってしまうかもしれません。ご了承ください。はい、それではご紹介させていただきます。まず1通目がこちらの方ですね。ありがとうございます。キティちゃんのシール。こちらちょっとぷっくりしてるんですよ。はい、イモムシさんと一緒に写ってますね。かわいいシールありがとうございます。で、お手紙の方とかはね、読ませていただきまして、で、ちょっとテイク3ということもあって、中身もちょっと一旦出してしまったんですけど、こちらの袋に入れていただきました。はい。で、ですね、メモが入ってたんですけど、あ、ちょっとその前にこちらを紹介しましょうかね。はい、手書きの背景をね、作ってくださいました。ありがとうございます。これがルミティってことなので、これはアキトですかね。よだれかけしてます。ありがとうございます。こちらね、ちょっと今回の背景に飾らせていただきます。こんな感じでいいでしょうか。ありがとうございます。で、ですね、先ほどのメモ帳を入れていただいたので、そちらを紹介させていただきます。まず富士サファリパークの、はい、この躍動感あふれるメモですね。あとグリコのメモ帳2種かな。はい、ありがとうございます。一粒300mなんですよ。すごいですよね。あと、これすごくシンプルですね。水玉の、はい、正方形のメモです。ありがとうございます。あと、ダイカットのメモで、3種ですね。色が。はい。こちらいただきました。あ、なんか、これうさぎさん。でリボンじゃないですか。で、水色がなんだろう、あ、食べてますね、これ。はい、こちらの3種類ですね。すごく嬉しいです。ありがとうございます。どれも初めて見ましたね。あ、富士サファリパークは行った時に見たかな。買わなかっただけで、はい、他のものは初めて見ました。ありがとうございます。あとですね、こちらにね、袋に入ってるもので、ちょっとこれだけ未開封なんですけど、ポチ袋ですかね。表から見るとお年玉って書いてあるので、はい、お年玉入れになるのかな。はい、こちらを2枚いただきました。ありがとうございます。私、未だにお年玉って誰かにあげたことないですね。近所にいとこがいないっていうのもあるんですけどね。長崎にしかいないので、ね、ちょっと高校生とか以来、お正月には帰ってないかな。はい。ちょっとこちらをね、いつか使わせていただきたいと思います。はい。以上かな。はい。ありがとうございます。お手紙の方はね、近々お返事をさせていただきたいと思います。はい、では次ですね。次の方はどうやって紹介したらいいかな。失礼します。はい、こちらの方です。ありがとうございます。なんていうんだっけ、こういう名前シールみたいなもの、はい、これをね、印刷してわざわざ私の宛名とか、はい、貼り付けてくださいました。あと、貴重なね、こ
ちらのシールも6枚も使ってくださいまして本当にありがとうございます。あ、お名前の読み方はちょっとわからなかったんですけど、みーさんでよろしいんですかね。はい、こちらも貼っていただいてます。ありがとうございます。はい、でですね、ちょっとアキトが生まれてからということで、はい、送ってくださったんですけど、これまだ未開封なんですけど、はい、ちょっとおしめをね交換するときにウェットティッシュを使うじゃないですか。でそのウェットティッシュのですね、なんとよいしょ、このキティちゃんのね箱のものを送っていただきました。本当にありがとうございます。めっちゃ可愛いですね。はい、ちょっと使わせていただきたいんですけど、なんとなくもったいないような、んでもお尻拭き、うんって感じですねちょっとあきとくんに使わせていただこうかなと思います。しばらくはちょっと飾っておいちゃうかもしれないんですけど、はい、ちょっと重なりますがこのあたりに置かせてください。はい、どうしようかな、こうしたらいいのか、せっかくの背景なんでね、見えますか。はい、でですね、どっちからにしよう、こっちからでいいかな。はい、お手紙をね入れていただいたのと、後ろはメモ帳とかかな。はい、ちょっと見ていきたいと思います。アキトの名前も入れていただいてありがとうございます。お手紙は一度読んで中にしまい込んでたんですが、他のものはちょっと見ていないので見ていきたいと思います。お、はい、まずこちらね 3D みたいな、わかりますか、ちょっと動くんですけど、はい、ベイビーちゃんのポストカードですかね。はい、いただきました、ありがとうございます。かわいい、初めて見ましたね。こんなのあるんだ、すごい可愛いの送っていただきました。でもこれは後に回して、ちょっとまとめてあるこの袋見ていきたいと思います。折り紙になるのかな、折り方は台紙を見てねって、これが台紙なのかな。はい、わざわざ説明書までありがとうございます。でこうやってね、あの袋を作ったりとか、なんかいろんな使い方ができるものを入れていただきました。はい、ありがとうございます。嬉しいな、持ってないので、はい、助かります。あと、はい、ちょっとこちらね、なんか可愛いなと思ったんですけど、キティちゃんとミミィちゃんが、はい、乗っててですね、このなんか腰に手を当ててる感じとか、なんか新しいですね、キティちゃん可愛い。はい、でなんかこうセリフを入れて人に渡せるのかな、なんか面白いですね。あ、ダニエルくんがいる、新しい恋の予感、大注目、クライマックス、これ自分であれですか、物語作るんですか。え、めっちゃ楽しそうですね。あ、こんなキティちゃん初めて見ました。ちょっとこう、あ、かわいい、想像力をこうかきたてられますね可愛い。でももったいなくて、あ、出ました、金魚鉢。へえ、汗かいたキティちゃんとか、これも初めて見ましたね。よいしょ、あ、なんか4コマ漫画みたい。ジョイがいますね。え、めっちゃ可愛いです、本当ありがとうございます。え、売ってるんですね、こんなの。めっちゃ可愛い、もったいなくて使えないですけどはい、大切にさせていただきます。ちょっと映らないな、少し下げますね。可愛いんで2人とも映ってほしい、こうかな。はい、でですね、あともう一つ入ってたんですよ。これは例のあれですよ、絶対に
のレターセットですよね。郵便局のこんな貴重なものを入れていただいちゃったのですが、はい、見たいと思います。後ろになんか可愛いシールとラビットちゃんの貼っていただいてありがとうございます。じゃあ開けていきますね。少々お待ちください。今日動画撮れないかなと思ったんです。秋とかちょっとあまりにもぐずってて、でちょっと一本前に動画ですね、秋とかご機嫌いい時に撮った動画をアップさせていただいたんですけど、はい、ちょっとそちらもよろしかったらご覧ください。明日ね、1ヶ月検診なんですよ。初めての外出ですね。ちょっと緊張しますね。一応着替えとかおむつとかミルクとか持ってきてくださいって持ち物に書いてあるんですけど、どの程度持ってけばいいのかっていうのが全然想像つかないですね。とりあえず余計に持ってこうと思ってるんですけど。はい、はい、では中身が出たのでご紹介させていただきます。まずこちらはおそらくですが郵便局の、ほんとつい最近出た6月21日に出た、はい、レターセットと切手のセットのものだと思います。はい、貴重なものありがとうございます。こちら重ねてしまいますね。すいません、見えなくなっちゃうんですが。はい、あとこれもレターのですかね。私違うデザインのは一種持ってたような気がしますが、はい、もう使い切っちゃってないので嬉しいですね。あとこれは、はい、めちゃ入りレターかなんかのやつだったかな。私も持ってたんですけど、いっぱい使っちゃってこれもないので、はい、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっとね、実家にいるとお返事書くのがなかなかレターセットないと難しいので、はい、すごく助かりますね。早速使っちゃうというのは申し訳ないんですけど、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。じゃあこちらに飾りますね。はい、いただいたものは以上になりますね。はい、それで旦那がね、購入してきてくれたものを紹介させてください。ちょっともう封は開けちゃってるので使用してる感じのもので申し訳ないんですけど、はい、まずじゃあこっちからにしようかな。あ、あきとくんがぐずり出しちゃった。おっとっと、すみません、いなくなっちゃって。すみませんね、あやしながら最後まで頑張りますね。頑張れ、あきとね、頑張れるよね。うん、はい、ではこちらですね。まず何かっていうと、おしゃぶりをつなげて、これこっち側をお洋服に留めるんですけど、はい、おしゃぶりが落ちないようにするアンドジタンの大丈夫ものです。すいません、うまく紹介できなくて。大丈夫ですか。はい、ね、うん、大丈夫かい。どうしたの、まだおうちしてないよね。うん、後でね。よいしょよいしょ。はい、あともう一点がこちらですね。めっちゃ可愛いですよね、こちら。キーケースになってるんですけど、もうちょっと使っちゃってるんですが、はい、こちらを買ってきてもらいました。嬉しいです。財布にしようかと思ったんですけど、あと、定期入れ、パスケースみたいなやつですね。でも財布はハワイで購入した、デコってる財布すごく気に入ってるので、あれをもうちょっと使おうと思ったのと、あとパスケースはですね、今、定期持ってないので、使わないなと思って、はい、
結局実用的なキーケースだけにしましたね。はい、こちらを購入しました。ここに立てとこうかな。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと途中ですいません、あきとくん泣いちゃったんですけど、はい、終わらせていただこうと思います。送ってくださったお二方本当にありがとうございます。お返事またさせていただきます。では皆様ご視聴ありがとうございました。バイバーイ、はい。